こんばんは。ウィークエンドニュースの時間がやってまいりました。今日はこれから今週のですねニュースをテーマに3人のコメンテーターの方々と討論したいと思います。今日の司会は私山川淳一郎を担当します。よろしくお願いします。昨日ですねいきなり、稲田大臣辞任意向が固まる、そして民進党のですね代表の蓮舫さんもですね辞任の意向を表明するということで、政界は大激震を迎えています。今日はまあその話を中心にですね、話を展開していきたいと思います。それでは3人の方ゲストの方々をご紹介します。はい、まず前おなじみのジャーナリストの山田篤さんです。山田です。よろしくお願いします。山田さん、昨日のね、2人のあの辞任表明というかですね、これどういうふうにまず受け止められましたか。やっぱりね、今いろんな意味でね政治の未熟さが出てきたなと、未熟っていうのは一方でね新鮮だったはずなんですよ。だけどその新鮮のところが実際こう統率力がなかったり人望がなかったりっていうんで、結局もうそれが自滅してるような感じじゃないですか。だけどこれは これはだけどなんていうか角が欠けてきて、だんだんこう本体がですね崩れていく一つの予兆だな、そうですね、これからがやっぱり面白いですね。はい、続いて、朝日新聞オピニオン編集部次長兼、機動特派員、元ワシントン特派員の緒方俊彦さんです。緒方です。よろしくお願いいたします。緒方さんは実はですねこういうご本をつい最近出されました。乱流のホワイトハウス、トランプ VS オバマということで、実は緒方さんはですねホワイトハウスに最も深く入り込んだ記者というふうに言われています。緒方さんのですね取材した秘話がおそらくこの本に詰まっていると思います。今日は、トランプの話題もですね後半で、触れたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。緒方さんは昨日の辞任に関して直感的にどう感じられましたですか。まず、稲田さんの辞任についてはですね半ば予測されていた面、昨日のタイミングというのはよく分からなかったですけれども、いやいや予測できた面があったんですけれども、それ以上に蓮舫さんですよね、あのタイミングで辞任すると、まあ与党がですねこれだけ問題を抱えてですね支持率も下がっている中で、そのさらかに蓮舫さんも民進党の代表も辞任するというのは、まさに今の日本の政治状況というかですね、どこにもまあいろいろな不動産の人たちが支持を持っていけないというような状況を表していて、その混乱を示しているものだと思って非常に象徴的に思いました。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて、今日のコメンテーター3人目、東京新聞記者望月、磯子さんです。よろしくお願いします。望月さんといえばね、あの官邸での、菅さんへのですね、強烈なこの質問攻めというのがもう今本当にこう皆さん有名になりましたけども、望月さん昨日 の、 あの辞任表明、お二人どういうふうに感じられたんですか。そうですね、稲田さんはまあ規定路線だなという気はしましたけれども、多分かなり前からですね、首相官邸菅さん含めて首相の6人衆といわれる官邸の人々は、安倍さん以外ですね、どなたもやっぱりそろそろさすがに選挙都議選前の失言で辞めるべきだっていう声かなりあったんですけど、あれもかなりまあなんとか伸ばし伸ばしできて、で最終的にやはり防衛監察本部の調査の中で稲田さんがまあ了承している可能性が極めて高いという、物もですね、一部フジテレビで出ましたね、FNN が出しましたからね、あれはかなり決定的なもので、ただし今日の結果上はですね、正式な文書としてのこう示したものはないということで、全く報告がなかったということではないけれど、文書で了承したわけです。曖昧でしたね、曖昧なね、顔後ろに終わってる。これ閉会審査後稲田さんを出すべきだという話続いてるんで、まだ尾を引くと思うんですけど、もうギリギリのタイムでようやく首相が決断したのかなっていうという感じですね。ちょっとかなり遅すぎたかなっていう気がしますね。はい、ありがとうございます。それではですね、今日のテーマをちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。具体的なテーマとしましてはですね、閉会中審査から稲田防衛大臣辞任、民進党代表選で、政界激動ということでですね、もう次の段階にどん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 こう移ってるなと、この辺を中心に最初の討論をしたいと思います。で2つ目がですね、官邸を動かす6人をクローズアップということで、なかなか内閣官房というのはですね、我々メディアに関わっている人間でもこうなかなか奥の方に入っていけないと、こういうところで誰がどういうふうに動かしているのかなということをですね、実際にお名前や顔もですね写真で見ていただきながらお話をしたいと思います。で3つ目、
トランプ大統領とロシア、北朝鮮、そして日本ということで、トランプ大統領もですね、スペンサー報道官を辞任させたりですとかですね、その後広報部長に、投資会社の創設者ですか、そういう人を作ったりしてるんですけども、かなりトランプさんも追い込まれてるなと。日本はこのトランプとどう付き合っていくのかというのを3つ目の項目でお話したいと思います。では、討論に入る前にですね、もう一回今週のニュースをざらっとおさらいしたいと思います。はい、まあ、26、27あたりで大激闘があったんですけれども、週の初め、先週の土曜日22日にはスパイサーアメリカの大統領報道官が辞任したと。で、23日の日曜日の仙台市長選挙はですね、これ、郡和子さんが初当選して自公は敗北、内閣支持率は 26%、 安倍総裁参戦反対が 62%、 これ毎日の世論調査でこういうのも出たと。まあ、こういう、こう追い込まれた状況で24、25の閉会中審査がありまして、安倍首相はまあ低姿勢でですね、話口調は非常に低姿勢だったんですけども、記憶記録がないの連発で、家計の新設問題についてもですね、1月20日に知りましたと、本当かいっていうのがずっとありまして、こういうのを引いていて、稲田さんは文民統制は聞いていますなんてことを言ってたんですけれども、自民党は再度の予算委員会承認喚問は拒否と、つまりこれは加計さんを呼んでくれっていうふうに野党は言ったんだけど、これに拒否をしていると。こういう状態で水曜日には二階さんがですね、大阪でですね、自民批判に耳を貸すなと、こういきなり居直って墓穴を掘ったんじゃないかなって感じもするんですけども、こういう発言があったところに、昨日、稲田防衛大臣辞任の意向を固まる、そして、連邦民進代表辞意表明で、同じ日にですね、森友学園の籠池さん夫妻も大阪地検で事情聴取を受けたということで、本来だったらこの籠池さんのですね、事情聴取は大きく扱われてもおかしくないぐらいの話だったんですけども大臣たちの辞任で吹き飛ばされたと。で、今日日報問題の防衛観察結果っていうのが公表されまして、概要っていうのも出てますけれども、どうも玉虫色というかですね、よくわからない、そういうふうなレポートが出たなというのが今週1週間でした。はい、それではここからですね、いよいよ討論に入っていきたいと思います。それではテロップ最初お願いできますか。閉会中審査から稲田防衛大臣辞任、民進代表選で政界激怒ということで、まあ時間とですね、陸自のトップと、そして稲田防衛大臣、この3人がですね、いっぺんトリプル辞任のような形になったわけなんですけれども、この辞め方っていうのは、まあ山さん、さっきそのいろんなシステムが崩壊してるっていうのはおっしゃり方したけれども、うん、今までのこの記者生活を振り返ってみて、どういうふうに。いや、だからね、画期的なのはね、陸上自衛隊から内部告発が出てるそうですよ。そうで、この動きっていうのは、前から前の、文部科学次官が、まあ、声を上げた、あの後に、文部科省の中からいろんな異論が吹き出てるじゃないですか。で、それを潰そう潰そうとしても潰れなかった、まあ、だからね、まあ、文科省は変な跳ね上がってるね、三流官庁も変なことやってるという話だったのが、同じ構図が要するに自衛隊からも出てきたってことじゃないですか。そういうことなんですよね。で、それで、それもね、でもこれはね、面白いなと思うのは、一方で、中谷とか中谷か、中谷とか、はい、それから石破とか、はい、あの辺が首相批判を始めたんですよ。ということは、防衛族は首相批判をやってるから、ある程度跳ね上がっても大丈夫だぞっていうことを、多分現場の自衛隊の幹部が感じたんでしょう。だから全くダメだったらね、あれだけど、だからああいうフジテレビなんかっていうところにリークがあるっていうのは、やっぱりどっちかというとそういう側のリークが出てるわけ、ということは、政権の一番 右だったところから内部崩壊が始まってるっていう感じですよね。だから今まで鉄壁で安倍一強ったところが、前川さんがちょっとつついてビシビシとこう来たと思ったら、それがこうどんどん自衛隊まで波及してきて、まあ鉄壁なのは財務省ぐらいですよ。財務省はやってると、国税庁長官になれるんだけど、他の役所はやっぱりこれおかしい、なんで俺たちが全部その悪い役目だけ引き受けなきゃいけないんだっていうのは、だってそれはもう日本問題なんで、もともと政治家がその南スーダン行けって言い始めてて、そのしわ寄せが全部こう来てるわけですよ。そうですね。で、最後嘘のこと言われて自分たちが責任問わされるんだったら、やっぱり現場起こりますよね。そうですね。
こう望月さんね、こう官邸で菅さんに取材したりとかいろいろやっておられて、この稲田さんが辞める気配っていうのは、うん、いつ頃からどういう感じでこう感じておられた、うん、今日あと稲田さんの会見見てた時に、うん、いつ頃から辞めることを考えてましたか、うん、まあ、頭の中も含めてなんですけど、こういう観察本部立ち上がったあたりからですって、かなり、まあ、初めの段階から言ってるんですよ。ということは3月から。そうですね。でってことは、まあ、その時、うん、その質問に答えに突っ込む記者はいませんでしたけど、うん、つまりこれ結果が出てしまうと、うん、ある程度ですね、まあ、一部資料で出てたやり取りですね、うん、じゃあどうしようかしらと、うん、その要はデータとしてはあるということを聞いたときに、じゃあどうしようかしらという、うん、文言も含めて、うん、彼女の記憶に蘇っていたんじゃないかなと。なるほど。それがやっぱり検察本部は、うん、もうまあ、ある意味検察の事務、うん、検事長を務めた経験者とか弁護士とか含めて、うん、かなりそういう客観的に、うん、まあ、裏付け証拠を固めて、うん、証言を固めた上で判断する人たちなので、うん、その中でやっぱり自分の嘘が突き通せないような、うん、そういうまあ恐怖感がまずあったんじゃないか、うん、そうじゃないとその時点で自分が潔白ならですね、うん、やっぱり最後まで、うん、そこで辞めるってことは考えなかったと思います。なるほどね。ということは稲田さん自身もですね、うん、いろんな意味でこう強弁したりとかいろいろやってたんだけれども、うん、本来やはりその行政が持ってる秩序みたいなもの、うん、そういうものがしっかりしたものが出てきたときに、これは自分がやってることっていうのがそれこそその行政上ねじ曲げようとしていたことであるというふうに気がついたんでしょうかね。うん、その場のやり取りはね、うん、そこまでのなんか罪の意識もなく、うん、まあ、なるべくみんなの言う方向に従っとこうかなぐらいの曖昧なものだったかもしれませんけど、結果としてその日報隠しってことにバーンと見出しが踊るようになって、やっぱりこれをこの責任を免れかねないなということは多分もう3月の時点で彼女は認識して、そこからいつ相談したかは言いませんでしたけど、もうすでに安倍さんには逐一ですね相談をしてたっていう話だったんですね。なるほど。そう、安倍、稲田の間ではその話はずっとこう続いてた。うん、何をもとに相談してたんですかってかなりしつこく聞いてましたけど、そこは言わなかったです。何をもとに辞めたいということを相談したかは言わなかったけど、自分の頭には3月からあって、まあ、安倍首相には辞めることを含めて相談をしていたと。なるほど。ここ気になりますね。気になりますね。小川さんね、こういうこう大臣がですね、まあ、こういう辞め方したわけなんだけれども、例えばアメリカでですね、その閣僚って言われる人たちが辞めるときに、その自分がやったことをのその何ですかね、こう罪を償うような形での辞め方っていうのは結構あることですか？あんまりないですよね。うん、その、うん、はっきりしたスキャンダル、例えば公金を変に使ったとか、うん、プライベートジェット、役所のジェットを変な形で使ったとかですね、うん、そういう時はすぐ辞めさせられますけれども、うん、そうでない限り、うん、あんまり辞めからだと、まあ、非常に稀ですよね、うん、だから日本の場合はいろいろ政治責任を取るということで、うん、よく大臣辞めますけれども、うん、そういうことはあまりなくてですね、うん、アメリカですね、うん、基本は最初にキャビネット、閣僚を作った時に、うん、その閣僚を上院で承認して、うん、本人が辞めるというようなタイミングでない限りはあまりないですよね、うん、実際大統領が告げ替えることはありますけれども、うん、あまり最近は聞かないですね、うん、そういう形の辞め方は。なるほどね。それはある意味でそのアメリカの方がその大統領の任命権も重くて、その重さを握っているから、そういったこうさことではなかなかこう問われない。まあそれもあると思いますね、うん、大統領が今任命してですね、うん、それで上院が承認するわけですけれども、うんうん、まあそうですね、基本はその任命された人が任命され続ける限りやるというのは基本なので、うんうんうん、あまりで閣僚が、まあ、今回のロシア疑惑でセッションズ司法長官なんか違いますけれども、うん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 、あまり閣僚がその個別のスキャンダルをかなり抱えているということもあまり最近は聞かないので、うん、はい、そういう意味では日本は非常にこれが多いですよね。なるほど。今異常だよ ね、うん、そうですね。でしかもね、うん、この問題ってのは、うん、嘘をつきまくって、うん、その嘘で嘘を固めてとうとう嘘が持たなくなったっていうのをやめてるわけじゃないですか。そうですね。でまあ、嘘を嘘で固めてまだ頑張ってるのは加計学園ですよ、うん、そうですね、森友学園でもそうやってるわけでしょ、だけどね、結局ね、その政治家の嘘っていうところに根本があって、なぜ嘘をつかなきゃいけないのかっていうところをやっぱり皆さん考えてほしいわけですよ。だから相当変なことをやってる、もともと先に結論だけがあって、その結論を通すためにあと行政がですね、いろんな形でもって理屈をつけていくとか、そうすると必ず辻褄合わないとか出てくるわけですよ。
そこでね、今日これ、PKO の日報のですね、特別監察官の結果概要っていうのがもう出てますけれども、これは新聞やなんかでも出てますが、最初に嘘をついたのは誰なのかっていうのだけはちょっと出てるような雰囲気なんですね。それで CRF、 これは中央即応集団という、 こう組織がありますけれども、これは大宮にあるんですかね、その辺だと思うんですが、でここの国際担当っていうのが7月19日の段階で開示請求をされた時にですね、文書、該当文書に日報が該、外れる方、その該当文書ではないと言われる方が望ましいということで、そういう意図を持って指導してありませんよ、これが嘘のつき始めなわけですね。でなぜここで嘘をついたかっていうと、結局は戦闘っていう文言に対してのやはりその自衛隊の中でもですね、それがものすごくセンシティブなもんなんだと、これは自分たちがすぐあるって言ったら大変なことが起こるぞって、こういう認識はしてるわけですよね。でこれを押し付けたのは結局政治ですよね。だからね、その戦闘っていうものは出ちゃった、だから実際にはだって戦闘地域なんだから、で問題なのは、あそこに PKO を出すって判断したところが問題なんですよ。だって出せるような状況じゃないのに出すら、あそこは戦闘がないから、でともかく人 PKO 自衛隊を出したかったっていうね、その意図がまず間違ってたわけですよ。だってやっちゃいけないことを、その白を 黒を白だと言い含めて出したわけですから、だからそれは自衛隊の責任じゃなくてシビリアンの政治家の判断が間違ったわけです。それを出したもんだから当然戦闘が起きる、戦闘が起きれば戦闘じゃないという、戦闘じゃないというから日報出せっていうと隠すっていう、だから一番最初は PKO を出しちゃいけないところに PKO 部隊を出したっていう政治判断ですよね。そこが、まあ、ボタンのかけ違いの始まりってことなんだけれども、まあ、これでですね、稲田さん辞めました。しかしですね、しかしですよ、これこの実際のところはですね、こういうその、ある種こう玉虫色の結果概要は出たんだけども、閉会中審査はこの日本問題に関してはやはりやるっていう方向でこれは進んでる雰囲気ですか。そうですね、進めたいとはしてるんですけど、ただこれ一回大臣辞任した場合に、これ過去の例を見ますと出す必要はないという判断ができて、その閉会審査逃れるためにこのタイミングだったんじゃないかと、そうですね、そういう見方もありますよね。自民党の中ではもう知らなく開かなくていいぞと、開いたとしても、稲田さん呼ばなくていいぞっていう、こういう、こう嘘をもう一回塗りか固めようとするですね、こういう動きもありますよね。今のところは閉会中審査やる方向だというふうには聞いてますけれども、まさにおっしゃったように、大臣辞任したんで出なくていいと、多分そこは辞任の判断の大きいところだ と思うので、そんな理屈つけてね、やらなかったら、やっぱり国民が怒んなきゃいけないよね。慣例はそうかもわかんないけどさ、冗談じゃないよ、ちゃんとやれよっていう。もう一つ、山田さんおっしゃってた、そのいろんなものが崩れてきてるっていう意味で、私は今回の問題、文科省の問題、前川さんの問題と違って少し不気味だと思うのは、まさにこの日報のですね、観察の結果ですけど、それを読むとよくわからないわけですよ ね、最初の部分でその、中央即応部隊の幹部がその出さなくていいっていう趣旨のことを言って、それが始まったというのがあって、ただそれは山田さんおっしゃったように政治が押し付けたことの結果ではあるんですけれども、それを隠蔽し始めたのはやっぱり自衛隊なわけですよ ね、自衛隊隠蔽し始めて、それ隠して隠して、で出さざるを得なくなって出してですね、でここで稲田さんがすごく指導力がどうかっていうのはもうそれみんな分かっていることでずっと言ってきたんですけれども、その最中で自衛隊ってやはり実力組織なので、そこがいろんなリークをしてですね、結果的に今稲田さんだからもう指導力ないよねと、ああいう選挙でも発言したからってみんな思ってますけれども、そうじゃないとした時にですね、やはり実力組織がリークをして文民のトップをその一種飛ばしてしまうことができるというのは結構また別の問題をはらんでいて、それは政権全体として本当の意味の文民統制が取れているのかなと、そこの不気味さは今回あると思うんですよね。一種の要するにその制服組のクーデターという見方もあるということですね。そういう見方も忘れちゃいけないんじゃないかなと。こういう形で稲田さん辞任したんですけれども、一方でですね、じゃあその野党の側の第一党であるところの民進党の蓮舫さんもですね、これ引いたというか投げ出したというかですね、このタイミングでああいうふうな形になったんですけれども、これこっちの方のちょっと話題を移したいんですけれども、これ皆さんどういうふうに感じられていますか今。判断とすれば、
ここでもって体制立て直す方がいいんじゃないかと思うから、うんうん、僕は個人的には蓮舫はまあどっちかっていうと国会で追及するとかね、うんうん、演説するとかっていうそういう顔としては向いてるんだけども、うんうん、組織を統率することはできなかったわけじゃないですか、うんうん、それで野田さんっていうわけわかんない人が実際やってたわけだけどね、だそこの体制はやっぱりご一新しないと、うんうん、やっぱあのこれからじゃあ支持する人たちが本当に支持託せるかっていうと、うんうん、まあ、今の体制じゃねえっていう、うん、だからともかく一歩引いて次の体制を整えるっていうのは僕は賢明な策だと思うんだけど、うん、じゃあ誰が出るのと、はい、でここが誰がちょっと次の方、うん、こういう方々が今顔が出てますけれども、うん、前原さん枝野さんはやる気満々で玉木さんも出そうかどうか出たいっていうかこういう感じですよね。でこういう人たちがじゃあ次の代表としてですね、まあこれ選挙になるのか話し合いになるのかまだよく分かりませんが、場合によっては9月頃選挙するなんて話もありますけどもね。で今の民進党が再編して、再生して野党共闘の例えば軸になれるのかどうなのか。いやあの、うん、僕はね、うん、人の問題よりも政策の問題だと思いますよ、うん、まああの、うん、まあ何ていうか昔の名前出てるみたいなやつが出てきたんだけども、あのまあそういう意味じゃ玉木の方が新鮮かもわかんないけどね、うん、だけど、うん、やっぱり野党っていうのはどういう政策を掲げて、うん、その与党と対決するのかってとこが明確じゃないと、うん、なんとなくこう、うん、いつもごちゃ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 しちゃうわけですよね、うんうん、だからまあ、例えば憲法問題もそうだし、うんうね、外交問題もそうだし、うん、国政問題、うんまあ、特に財政とか、うん、それからまあこれからの一番大事な社会福祉問題とかね、うんうんまあ、ある意味でアベノミクスに対しての明確な対抗軸を出していかなきゃいけないわけですよ、うん、そうそう、だからそこをどういうものが対決軸になるのかっていう、まあ、ある意味で大きな流れとすればずっとまあこの間ですね、小泉改革から新自由主義みたいな流れが出てきたわけじゃないですか、それで今かなり世の中が疲弊してきてる、くたびれてる、格差があって、そういうものに対してどういうふうな根本から新しい日本の社会づくりを出し、つく、まあ、のどこですよね、それをかけなきゃいけない、うん、そういう意味じゃ僕は前原は面白いと思うんだけども、変わったんですかね本当に彼は、うん、いやだから前原はその中、うん、いや人間ってそう変わらないから、うん、だから異例作がね一生懸命前原政策は そこに行ってるんだけども、うん、だからそれが本当に彼らの政策になるかどうかですよ、うん、でその政策は別に前原さんじゃなくて、うんうん、民主党が、まあ、井出さんが出してきたああいうふうな、ねうんうん、政策を、まあ、党として取り込めるのかどうかっていう、多分僕はあのよくわからないけど、うんうん、民進党があるかないか別にしても、うん、ああいう一つの軸が次の野党結集の一つのなんていうかな、政策の、うん、政策の軸にはなってくるんじゃないかと思うんですよね、うん、いろんな意味で一つ進んだ感じはしますよね、これ進んだか分かれるのか進むかどうか進むか解体するかですとして、私もその政策できちんとこの代表選やってですね、話し合うのはいいと思うんですよね、そこであのまあ今日前原さん言ってましたけど政策軸をきちんと示してそれによって選べばいいと思いますし、それによってまあ敗れた方は政界再編につながってもいいと思うんですよね、多くの有権者にとって分からないのは、まあ例えば前原さん民主党の中では安倍さんに近い考えを持ってるわけですよね、うん、そうするといくら対抗軸って言われても、まあ、憲法改正にしても国防にしても、うん、似た考えの人が出てきてみたいなことを言った場合に、それは民進党って どういう政党なんだろうって多くの人は思ってると思うんですよね、その部分はやっぱりすっきりさせて、うん、きちんとした対抗軸を示して政策的にリベラルなのか保守なのかですね、やっぱりそこを見せてもらわないと多くの人は託せないんじゃないかと思いますし、まあ、そういう意味で今回、うんこういう形で代表選あるのは私は個人的にはいいと思うんですが、ただ蓮舫さんの辞め方があのまあはっきりしないままですね、あの責任も取らずに幹事長が辞めてですね、それで野田さん辞めて外堀埋められて行く場がなくなって辞めたみたいな、それはやはり見るとやはりね、あの対抗軸を期待している有権者からするとまあ非常にがっかりしますよね、はい。望月さん、蓮舫さんのこの辞め方、それからこの先の民進党、どんな感じで、まあ、野田幹事長あっての蓮舫さんって言われてて、うんでまあ、びっくりしたのが、野田さんが後任の幹事長を指名しないまま、はいまあ、岡田さんに打診して断られて、うんうん、で結局それで、まあ、裏でどうも聞いて話したと、安住さんが執行部の最後に、うんまあ、幹事長職を引き受けるなと、うんまあ、半ばこう蓮舫いじめみたいなことを画策した結果、うんまあ、今回みたいな彼女の代表辞任ってつながったというふうにちょっと聞いたんで、うんうんはい、このやっぱり今、これだけですね、安倍
倍政権の中枢部、うん、稲田さんの辞任っていう中が、うん、材料がある中で、うん、こういうことをやっぱ足の引っ張りをやってる時期じゃないだろうと、うん、私あの蓮舫さんのやっぱ戸籍に関する会見、うん、非常に素晴らしかったと思ったんです、はいはい、普段あの謝らない菅さんとばっかりやりしてて、いやこうやってきっちり謝れることって党代表でもできるんだなって分かりましたし、ああいう真摯な姿を見せて、うん、後に、まあ、こういうなんか、うん、もう足の引っ張り合いみたいなことで辞めさせられてるっていう、うん、ここはやっぱりまたそういうことやって、うん、この時期にまたそれをやってるのかなっていう意味でちょっと残念だなっていうところがあるんですよ。今回の辞め方はまたかっていうものと今度こそっていうこの両方がですね行ったり来たりしながら何か動いてるような感じがするんですよね。でやはりあの一つの軸として明らかにあるのはやっぱり憲法の問題だと思うんですね。で憲法の問題でじゃあ枝野さんと前原さんはどういうスタンスなのかとなるとこれは全く違う感じですよね。まだそこのところははっきりしてないんじゃないかね、はっきりしてないですかね、うんうん、だから当然憲法どうするかっていうことは大きな問題になるんだと思うんだけどね、うんうんうん、憲法官なんかはこう尾形さんはこの2人見ててどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。まあやはり違いがあって、うん、ただ特に前原さんは、うん、国防についてはやはり、まあ、ある意味では憲法改正に前向きだとも思いますし、うんうん、それはそれでまあ党内で決着をつけてですね、うんうん、今度勝った人はきちんと党内の議論をまとめて方向づけていく必要があると思うんですよね、うんうん、まあ、蓮舫さん、まあ、顔としては良かったわけですけれども、うん、個別の政策を聞かれると、まあ、一種グダグダになってよくわからないっていう感じがすごくあったので、うんうん、それはまあやっぱり野田さんに頼っていただけに、その自分で踏み込んで言えないと、うんうん、それよりは自らがリーダーになって旗を掲げて進んでいく人が出れば、それはまあ有権者にとって分かりやすいですよね。なるほどね、はい、まあ、これちょっと政局的な話になるんですが、こういう状況である意味では民進党もガタガタしてる、それで自民党ももう凋落の一途ではあるんだが、ひょっとするとですね安倍さんはこれ早期のですね解散総選挙を打ってくるんじゃないかっていうような見方をする人もいるんだけれども、これ山田さんどうでしょうね。いや僕はそこは分かりませんね。だからね、うん、ただそのいろいろ憲法会なんかもそうなんだけども、うんうん、誰だからどっちだっていうね、うん、風にあんまり僕は決めつけない方がいいと思うんですよ。っていうのは、うん、やっぱりこれ政治家っていうのは状況によってね、うん、多分政策が変えてくると思うんですよ、うんうんうん、だからこれからやっぱり自民党に対抗するには野党共闘しかないとなれば、うんうん、当然野党共闘に合った形で政策を組むしかないわけですよ、うんうん、だからもう初めからこの人はこうで、うん、この人はこうでっていうふうなものよりも、どういうふうな、うん、その勢力が形成されるかでもって、うん、政策が出てくるんで、だから今ね、うん、仮に前原さんがなって、うん、安倍さんと似たような憲法官を言ったらですね、うん、途端もうそれでアウトです、アウトです解体ですね、うん、だからそうは僕はならないんだよ。だからそれは逆に言うと、うん、安倍自民党とその他 の、 その野党がですね、どういうふうに共闘できるのかっていう、ここが一番の僕は問題だと思います、ね、そういう意味では前原さんも昔の名前で出てますではなくて、新しい前原像を出せるかどうかっていうのはね、やはりここは賭けありきではなくて政策ありきでやるべきだろうと、ということで、実は家計問題もですね、なんか急にですね、昨日今日あたり影が薄くなったんですけれども、実はまだ終わってませんよっていう話を最後ちょっとここの第一テーマでしたいんですけれども、要するにですね、いろんなことがありました、例えば今治市の課長とですね、15年の4月に柳瀬さん会ったんじゃないかということで閉会中審査で来たんだけど、彼は記憶がないと。で16年に入ってからもですね、8月に山本農水大臣、加計理事長と会って獣医学部の話を聞いてたりとかですね、あるいは松野文科省と山本この地方創生省ですね、こっちが加計理事長とやっぱり会ってそういう話を聞いてたり、あるいは泉さんも記憶がないので言っていませんだとかですね、まあ、いろんなことが出てきたんですけれども、結局8月31日月末におそらくこの加計学園がですね、本当に獣医学部をですね新設できるかどうかのこれの答申を大学の審議会が出すということなので、まだこれ終わってないわけですよね。なのでここのところはやはりきちっと、むしろもっと追及すべきなんじゃないかなと思うんだけれども、現場でずっと取材しておられる望月さんはこの加計問題どういうふうにこう
もうまだ叩きどころがてんこ盛りっていう状況なので、うん、今一時この防衛省の防衛観察本部の話に話がシフトして、うん、稲田さんにバッと焦点当たってますけど、うん、まあ、特に深掘りしてる社会部の目から言うと、うん、まあ、あらゆる点でおかしい話がたくさん出てきて、うん、特に今回設置に関して1月20日に知ったということは、うん、 そうですね、まあ、その前に散々飲食をしていて、大臣規範に抵触するから、はいはい、まあ、こういうことを言い出したんじゃないかと。ゴルフとご飯で5、6回やってるっていうね。そうですね、はい、話が出てきて、で、うん、そもそも千葉科学大を創設した際に、うん、危機管理部というのは安倍首相の提案でやったというですね、うん、千葉科学大にいた教授 の、 話が出てきてるとかですね、これ結構、まあ、過去に遡れば上るほど、うん、加計さんと安倍さんのこの一体となったですね、うん、大学経営の関与っていうのがまたどんどん出てくると思うんで、うん、これはもう初めにやっぱり加計ありきじゃないって言って、うん、その後いかに取り繕ろうとかっていうことを今必死にやってるんですけども、うん、これ聞けば聞くほど、うん、まあ、資料が出れば出るほど、うん、まあ、決して内閣府とか官邸に、まあ、優位なものが何一つ出てきてない状況なので、うん、これはまあもうずっとこの8月まで、うん、引き続き各社やっていく話かなと思ってますね。ということは絶対これは消えないということですよね、うん、だからさ、うん、結局、まあ、はっきりと嘘をついてるわけじゃないですか、うんうんうん、本当僕はよくわかんないんだけども、誰かねボイスレコーダー持ってて撮ってたら、ね、あ、これはじゃないったら嘘ですれて一発で終わるわけですよ。そうです、ね、本当に、うん、だからそういうもの、うん、でそれこそトランプのテープじゃないけども誰かが一つ持ってたら全部崩れちゃう話だからね、うん、こんな危ない橋をよく渡るなっていう気、だからそれは、うん、これは前川さんと話聞いた、うん、いやだけどあんな1月28日まで知らなかったら、うん、あんな風なこと言っちゃったら、うん、あれ戦略ミスじゃないですかと、うん、あんなこと言っちゃったらあと 大変ですよと、うん、彼はまあ昔はその政府の方で守る方だったからよく分かる、あれで大丈夫なんですかねって言ってましたからね。私もね1月20日驚きましたね、うん、ね、閉会中審査一番のニュースはそこで、1月20日に知ったと今年知ったんですかということだし、まあ、普通の人が聞いてもですね、おかしいような話で非常に不自然な話で、おそらくその先ほどおっしゃってたその大臣規範に触れることすごく役所的な小さい発想で、それをクリアするためにはこういった方がいいですよって言った人がいたのかいないのか知らないですけれども、なんかそういう雰囲気を感じるんですが、それは実は1月20日が崩れちゃったら本当の責任問題なので、そこが見通せてないまま、ああいう日付を出して過去に遡ってどんどん検証できるわけですから、非常にこれから分は僕は大きいと思います。で実際にね、こうおごったりおごられたりしながらですよ、うん、ゴルフやったり焼肉食ったりなんかしてる時に、これやばい大臣規範っていうのがあるんじゃないかなっていうのは、周りもかすったりしなかったんでしょうかね。そこ聞いてますけどね。だから、うん、1月20日じゃに初めて分かったとしても、うん、その前の段階で三大臣にはもう会ってるんですから、加計さん、でもう首相同士にこんなにいっぱいしょっちゅう加計さんと会ってたら、うん、いやこれさすが今国家戦略特区で議論の真っ最中なんだから、うん、ちょっとお控えくださいとか、そういうやり取りさえなかったんですか、うん、って言うとやっぱきっちり答えられないっていうのがあって、でちょっと今連絡が入ってきたんですよ。今日の午後かなんかの会見で菅さんが、うん、まあ、大臣規範は守るべきものだってこの間の一昨日は言ってたんですけど、うん、今日は通常の交際まで禁止しているものではないってなんか、ね、どん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 また後ずさりしてるわけだこれはでもこうなってくるとでもさ、それまで知らなかったって言っちゃったんだから、もう今は遅いよね、それ言ってもね。過去の答弁の方を訂正しちゃったわけですよね。そう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 、7月20日を訂正したんじゃないですか。そうそうそう、これということはですよ、本当にこう誰かのあれですけども、息を吐くように嘘をついちゃうっていうようなのが、うん、もうずっと蔓延してるってことですかね、うん、だから、うん、まあ本当にだってさ、稲田さんって嘘ばっかだったじゃないですか、うん、森友の話でも、うん、全部シャーシャーと嘘を言って、うん、最後詰んじゃったでしょ、うん、僕はだから安倍さんもそれと同じことになるんじゃないかな、うん、変につまんない嘘つ、うん、何もそんなところで嘘つかなくていいところまで嘘ついちゃうからね。はいはいはい、山本さんもね、そうで山本さんもね、山本さんもすごいですよ。山本さんもすごいでしょ。すごいですよね、うん、そこまでやっぱり言えるっていうのは。私が決めましたとかって言い始めてからおかしくなりましたよね、人もね。でも結局ね、嘘をついて国会じゃ水かけ論で済むんですよ、うんうんうん、で見てる人はどっちが嘘ついてるか分かるから、うん、支持率に出ちゃうわけですよ。だから結局ね、不支持の一番の理由っていうのが信用が置けないと、うん、これがある意味で決定的ですよね、うん、人間として信用できないって言われたら何を頼りにですよ、国政に預かればいいのかってところになっていくと思うんですが、でもいい大人が、うん、しかも暗い人心極めた人がね、うん、バレなきゃ嘘ついていいって世の中って、うん、めちゃくちゃじゃないですかこれ、うん、そうですね、こういうことをやってたらさ、うん、やっぱりもうこれ終わりだよ、いよいよ、うん、一つ残念なのはそのアメリカ でも、うん、まあ
トランプ政権ね嘘ばっかり、そういうことに発表に嘘を作ってるのは彼のことを言われてるわけですけれども、でも一方で FBI が捜査をし、うん、議会が調査をし、うん、っていうのは、まあ、政局あるいなりにも動いてるわけですよね、うん、で今回も前川さんが、まあ、行政に委ねられたと、前の次官がそこまで言ってるにもかかわらず、うん、きちんとしたじゃあ何らかの法律違反があったのかないのかみたいなことも含めて捜査当局が全く日本は動いてなくて、だからこそ国会で誰が聞いても理解できないような答弁が続いて、それで文書があったこと自体も政府全体が隠そうとしたりですねするっていうのは、やはりそこはもうちょっと仕組みとしてですね、あの日本でもそういう捜査なり調査があるべきなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そういう意味ではいろんなこう問題を抱えている現政権なんですけれども、じゃあその現政権をですねコントロールしているのは何なのかということで、2つ目の話題に入りたいと思いますけれども、まあこの安倍首相の官邸ですね、内閣官房、これを動かしている6人ということでですね、実際にちょっとクローズアップしてみたいんですけれども、写真お願いできますでしょうか。はい、これ4人2人でちょっと紹介しますが、左から、まあ、内閣官房のトップの長官の菅さん、そして、内閣官房副長官で政務担当の萩生田さん、それから同じく政務担当の野上さん、それから内閣官房副長官でこの事務担当ってことですが、これはまあ官僚、警察官僚出身の杉田和弘さん、この杉田さんっていうのは周りに比べると結構ご年配でですね、70半ばぐらいの方、そうそう、そしてあと2人としてですね、内閣情報官の北村茂さんですね、それから首相秘書官で政務担当で、まあ、いわゆる筆頭秘書官とよく言われますけれども今井隆也さんということで、まあ、今井さんの写真はですね、これ他の方の写真は官邸のホームページに載ってたんですけども、今井さんのは載ってなくてですね、ネット上には出てるんですけれども、ちょっと出所がはっきりしないということですね。今回はちょっとこういうふうな形で、ちょっとこういうちょっとしょぼいことをやってしまいましたけれども、まあこの6人がですね、実際いろんなことを動かしてるんですけれども、もう、まあ、官邸の力の源泉っていうのはですね、よく言われるのが官僚人事だと。いうふうに言われてるんですけれども、ここに来ていろいろぶらついてますけれども、山田さん、やはりその省庁に対するですね、時間人事だとかそういったところに対してやっぱり官邸ってのは今でも力を持ってるっていうふうに感じますか。今でもっていうか、かなり菅さんになってえげつない人事介入があるんですよ、それは例えばこれこの間の6月27日の週刊朝日にですね、前川さんがどんなふうな人事介入を受けたかって喋ってることもあるんだけど、もう結構例えば文化審議会のメンバーかなんかでも、この人はこの学者っていうのは安保法制に対する反対する学者の会に入ったからこいつ外せとかですね、そういう露骨なことをやってきてる。でしかもそういうことに対して役所側が抵抗できないような感じになってきてるっていうね、相当強権的なことを今やってるんです。それでこれ見るとですね、まあ、結局官房長官というのは、要するに首相官邸とここに書いてある内閣官房という名前です、でこの内閣官房というのは官房だからちっちゃいのかと思ったら、1100人職員がいるんですよ、一番大きな役所ですよこれ。それでこの官房副長官というのは、これは副大臣を全部統率して、それぞれの役所の人の行政を全部統括すると。でこの人は政務だけど、この実はこの杉田さんという人が、まあ、言ってみれば役所少なくとも事務っていう霞が関の、そういう政策の最終責任者、それで内閣人事室ってあるじゃないですか、人事局か、で内閣人事局の局長はこの萩生田さんってことになってるんだけど、僕が聞いた限りじゃ実質的にはこの杉田さんがやってて、で杉田さんで OK になると萩生田さんでこう、まあ、出るという、そういう仕組みになってる。でこの、今度の、森友学園じゃなくて加計学園で出てきた、そのこの他にですね、首相補佐官なんていうのがあるんですよ、泉さんとかね、泉さんという人はものすごい仕事師っていうか、ある意味では内閣官房の省庁をまたがる、そうですね、言ってみれば首相案件、まあよくマルセイ案件、政治絡みの案件の仕切りをやってるのがその泉さんとかって、だから結構この杉田さんというところでいろんな仕事をしてるっていうんですね、実際に動かしてるってことですよね、この杉田さんだけ年配の方で全体をこうなんていうんですかね、こう
重しというか目付けのようにこう見てるみたいな、そんなような感じですかね。いや、従来からね、うん、この事務方の内閣官房副長官っていうのは、うん、まあ、自主的な主張なんですよ、うんうん、だから古川さんだとか、うんうん、それから石原さんだとかって昔も何代も続けてやってる、うん、ああ、ね、要するに行政をやってるのは、はいはい、そういう人たちなんだけど、ね、うん、でも代々この事務系の副長官っていうのは、うん、旧内務省系でやってるんですよ、で厚生省とか、うん、そういうとかやった、自治省がやったんだけど、うん、この杉田さんは警察官ですね、公安ですよね、公安ですよね、うん、警備局長やったりして、うん、だから安倍政権が、うん、まあ、言ってみれば、うん、かなりそういうふうな、うん、言って情報管理みたいな、ね、うん、形でこうやってるわけ、ね、だからこの人がだから、うん、前川さん呼んで、うん、君こんなところで営利してそうじゃないか、うん、って言って、そうですね、まあ、それが読売新聞で立ったわけでしょ、でそのと一緒にやってるのがあの北村さんですよね。北村さんですよね。あの北村杉田コンビのこの公安コンビっていうのが実質的にはいろいろこれは差配してるぞというのがやっぱりこの官房、内閣官房の特徴。ものすごい暗い世の中ですよね。だからスパイ国家的な。そうですね。まあ身体検査、みんなだから何かあるとこう 裏から脅されるみたいなね。どうしてそんなになっちゃったんだって、うん、もじいさんはね、もう本当にこの菅さんとはこうガンガンやり合っておられますけれども、菅さんっていうこう官房長官の人物像っていうのをどういうふうに感じてますか、うん、そうですね、なんかやっぱり聞くところによると安倍さんが結構一定のやっぱりですね、読売新聞さんとか産経さんとかで NHK さんとやっぱり結構やっぱり一定の社にしか相手しないみたいなのがあって、はいはいはい、そこからこぶれるようですね、うちの社も含めて新聞社とかをフォローするのが菅さんで、うんうん、菅さんってやっぱああ見えて結構全方位外交なんですよ、ね、なんで、うん、そういう意味でこう記者もですね、男女の差別がないとか、うん、割と記者、番記者にはですよ、うん、信頼されてるような側面があって、うん、それでなかなかまあ、あの官邸の記者会見でも突っ込んでいく人が少ないのかなっていう側面はあるんですけど、うん、逆にね、うんうん、それを言えばコントロールをしているというところが非常に強くて、うん、なかなかやっぱりあんまりあの菅さんに表立って悪いことは言えない、うん、なんか文春で一部菅さんの木下秘書官の報道とか出ても、うん、まあ周りのオフレコポンでちょっとぶつけたりはしてるんですけど、うん、あんまりそこに対して、ね、批判的なコメントを出せない。この菅さんとね、あの首相秘書官の今井さんの間がですね、うん、昔ほどうまくいってないんじゃないかなっていうような見方もあったりするんだけれども、うん、この今井さんも非常にそういう意味では力を持ってますよね、うん、もう本当にこう安倍さんの懐刀みたいな感じなんだけれども、うん、この辺はどうでしょうね。まあ安倍さんってあの、うん、寂しい人だから、うん、まあ、あの人が信用できないんだよね、うん、で非常にいい人だから、うん、人にはいいんだけども、うん、でもなんとなく権力持って寄ってくると、うん、なんかこの人を、ね、うん、自分の権力に寄ってくんじゃないかなと思ったりするじゃないですか、うん、そうすると昔からあの付き合ってくれた人を大事にして、うん、でこの今井さんっていうのは、うん、安倍さんが最初の第一安倍内閣の時の秘書官だったわけですよね、うん、はい、そうですね。それであの、まあ、彼が首相から落ちちゃった後も、うん、一緒に高尾山登ってみたいとかね、うん、ケアしてくれて、うん、そういう個人的なことってすごく許してんだけど、うん、一方では彼のおじさんが今井圭さん、新日鉄、はい、でまさに原子力産業協議会の会長、うん、理事長ですよね、うん、である意味で今井さんっていうのは本当の財界の奥の院っていうか、うん、一番の力を持ってる人だから、ある意味で産業界の要請を聞く、うん、そこを今井さんがつながって、うん、政治家と官僚の、うん、財界の間をつながってるから、うん、結構今井さんというのは重宝だし、うん、しかもかつ今井さんがいろんな情報でもって、うん、その特に経済記者をですね、うん、の手なずけてるわけですよ。そうですね、TPP なんてのも彼らも好きにやったじゃないですか、うん、まあ、今井さんはこう一説によるとその朝日の番記者をですね、干してですね、うん、それで結局1年足らずで交代させられたという話もありましたけども、まあ、これ朝日の現役の小川さんに聞くのはあれから聞こっかなとは思うんだけども、今井隆也っていうのはどこが、うん、っていうふうに感じてらっしゃる。いや、私自身は直接取材してないので、うん、そこはちょっと知識がないところがあるんですけれども、うんうんうん、そのいや、あの圧力をかけられて、うん、私の認識だと、うん、あの番社が変わったということはなくて、うん、それは確かに、うん、あのなかなか仲良くしてもらえなかったっていうことはあるんでしょうけれども、うん、それによって変えたりはしていないので、うん、単にその、うん、次の、うん、まあ、1年ぐらいするとですね、うん、番社が変わるので、うん、そのタイミングで変わった時にそういうふうに周り会がいただけるかなと思ってますけどね、うん、で、まあ、うん、はい、かなり実際きつい質問なんかはしてたわけですよね、その朝日の方はね。そうですね、うんうん、
なんか安保法制のことをね、そう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 、ご報告しましたかって、お墓の時の発言で、えらい腹を立てた、でもあれ、そうそう、私聞きましたけど、まあ、一部の記者がですね、2、3人がその記者さんを呼び出して、うん、君が、まあ、週刊誌しっかり出てましたけど、ね、君が出てくると今井さんが全く喋んなくなるから、そうそう、その後メモはね、うん、メモは回すけど、来ないでくれるっていう。もしそれやってるとしたら、ちょっと。ですね、どうしたものかなですよね、逆にね、知らせる側も。でも結構そういうことあるんですよ、うんうん、僕も随分そういうことで排除されたこともありますけど、私もなんか、まあ、日本の政治、まあ、時代も、まあ、うん、官邸も役所にはそうですけど、うん、やっぱり日本ってその一番権力の中枢を取材している記者が、うん、若い記者がすごく多くて、うん、それはそれで悪いことじゃないんですけれども、うん、でもテレビで見るとびっくりしませんか、しましなんかご感想をお述べくださいみたいな、へりくだりすぎだろうっていうね、教えてくださいとかね、それだからホワイトハウスもイギリス の, そのロビーっていう、イギリスの首相官邸もそうですけど、首相を取材してるのは一番のベテランの50前後とかですね、うん、逆に首相に凄むような人、うん、だからそれをずっと付き合ってもいるし、うん、退治もできるし、うん、よろしくお願いしますみたいな人ではないので、うん、やっぱり日本の取材って前の派閥の時の取材が今もまだ基本になっていて、派閥の時は首相は決めてなかったんですよね、昔の自民党はですね。だから派閥の領袖のところに一番強い記者がいて、そこで情報を通って、首相版はね、番と呼ばれるだけだったみたいな世界だったんですけど、今は官邸にそれだけ権力が集中するわけだから、ね、日本の報道機関ももうちょっとそこはベテランの記者を一番強いところにつけるっていうふうにしていった方がいいと思うんですよね。で、官邸をこじ開けていく。でも、ね、うん、でも例えばね、僕とよく読売新聞の人と議論したんだけど、うん、読み朝日、僕はね、記者会見行って質問しろというふうに、まあ、教えられたんですよ。だけど読売はね、大事なことは記者会見で聞くなと、うん、聞くと自分の問題意識をばらすだけで、そこでいいことを答えられたって、みんなで情報を共有するじゃん、うん、大事なことは裏で聞けと、うん、で、まあ、確かに両方あるんですよ、うん、で実際、うん、首相官邸の取材を見てると、うん、大事なことは裏で聞いてるんでしょ、うん、でそういうところで裏でこう、うん、いい情報をいい記者にやるってところでやられる、特定の社に対してそれをこう与えてると、うん、だから逆に言うと特定っていうか、そうやって、うん、まあ、言ってみれば、まあ、情報をやるということが記者を誘導することだから、うん、まあ、そこでの情報、うん、力関係があるわけですよ、うん、でやっぱりね、うん、この頃テレビも入ってるし、うん、インターネットも入ってるんだから、うん、やっぱりそこで聞いてないと、見てる人がさ、うん、何を一体新聞記者って聞いてんだろうって、うん、本当に情けなくなるわけ、まあ、ですよ、ね、だから誰も見てないところでやってるんだったらそれでいいけども、 それはやっぱりね、そうだ、見られてるっていうことを意識しなきゃダメだと思う、ね、これは一回オープンにした方が、そういう意味ではいいですよね。だからインターネットが入ったって僕はすごくいいことだと思いますね。望月さんみたいな人が出てくるわけですよ。そうあれやっぱり望月さん、あれガンガンこう聞いていくときに、最初こう、なんていうんですか、こう若干こう臆する部分みたいなのがあったんですか、うん、まあ、でも私の場合、掛け疑惑とか、元問題、うん、あとはしおりさん事件とかちょっと取材して、そこから聞いてるんで、いくつもいくつも、なんでこここういう回答してんだってのがあったんですよね。でもやっぱ官邸版は一個一個掘り下げてるわけじゃないので、なかなかその怒りとかですね、疑念が、まあ、持ちづらいのかなと思って、ね、ツッコミ、その回答に対してまたこうかぶせたツッコミがどうしてもないなと、そこはでも、まあ、ある意味ちょっと政治部記者的には難しいところなのかもしれないなっていうのあったので、逆に私からするとこう事件の報道の追及と全く変わらない形で質問が投げれたようなところ、そういう意味でしおりさん事件も官邸が絡んでたっていう話ですよね、そうですね、まあ、どこまでかっていう特定はないですけど、一応菅さんのね、官房長、秘書官長く務めていた中村至さんが当時刑事部長で、まあ、逮捕はするなというのを当日ですね、逮捕日に見送らせたっていうことがあって、まあ、中村さんの判断がどういうふうなね、政権とのやり取りの中で下されたかって、そこがまだブラックボックスです、そうですよね。あれ山口さんっていうジャーナリストっていうか、その事件の当時 TBS の人は本当向こうで知ってんじゃない、いや私ちょっと、私の後じゃないですかね、うん、はい、あれは安倍総理だっけ、首相だっけ、なんかそういう本を出して、総理っていう本か、検討者です、出た1ヶ月後に不起訴処分なんですよね、ですよね、まあ、確かにあれ総理ってかなり全面広告出してて、それを起訴したら、あの問題もまだ全然こう解決してないですよね、しおりさんその後の何か動きとかってのはあるんですか、まだね、なんか今海外の人権団体に呼ばれた、お話ししたり、海外のジャーナリストとか人権団体の方がこれなんで元日本で、まあ、問題になってないのかっていう意識がすごく強いんですよね、私も海外の記者に聞かれることがすごい増えましたし、なるほど、これ今日本の国会議員の特に女性とか、まあ、男性の方もいらっしゃいます、
けど、これなんでこんなことがあったんだっていう問題視してる方がすごく増えてきてるんで、うん、秋の臨時国会では結構あの一つの、いや、あのテーマになると思います、ね、だからね、首相のね、うん、そのまあ、記者クラブを政治部だけに任せたらやっぱりダメですよ、うん、さもなきゃ政治部の記者自身が考え方を変えるとかね、うん、もうちょっとやっぱりこう、うん、世間の常識を持った人たちがちゃんとフォローしないとダメだと思うね、うん、だから、うん、そうですね、例えばあのホワイトハウスだと、うん、やっぱり会見でちゃんと聞けない記者は裏の取材もちゃんとできないんですよね、うん、まあ、そういうことも本に書いたんですけど、うん、例えば CNN の看板キャスターのジェイク・タッパーっていう有名な人がいるんですけど、うん、彼なんか私見てて面白かったのは、うん、まあ、あの最前列に座ってたんで5、6問質問するわけですよね、うん、5、6問質問するんだけど3問ぐらいはなんとなくこんなのこと聞くよって私は感じですよ、言ってんじゃないかと思うんですよ、うん、で向こうを滑らかにしといて4問目からすごい厳しいことするんですよ、で厳しいこと聞いて向こうを慌てさせたりとか指導ものにさせたりとか、でもそのやり取りがすごいわけですよね、そうするとやっぱり信頼もされて、彼がでも一番やっぱり大統領インタビューも取ったし、他のCBS のキャップなんかただ喧嘩してる人もいたんですけど、そうじゃなくて、こう困難使い分けてこう緩急で済むようなところがあって、そういう人がやっぱり取材もできていくって仕組みになってる、ね、一本上司じゃなくてやっぱりこう、うん、ある意味でこう受け入れるところとこう攻め込むところっていう、そうですね、うん、それはやっぱり本当インタビューのね一つの妙だとは思いますけれども、ね、この官邸の問題でね最後にちょっと一つ聞きたいんですけれども、じゃあこれ8月3日に、内閣改造ということになりそうですよね。それでこのままだと菅さんはそのまま官房長官として残りそうだとなると、今のスタッフで例えば萩生田さんとか野上さんとかですね、この辺も残るんでしょうかね。ちょっとその辺もちょっとよくわからないですよね、うん、杉田さんはもう、うん、あの本人自身はもう今回で辞めるって言ってたんですけど、杉田さん辞める、うん、なんかすで杉田さんの後任にはやっぱり、うん、あの北村さんをしたかったらしいです、うん、ところが菅さんは、うん、私どなたかわからない、総務省の役人の方で指名している方を置きたいと、うん、ここでやっぱり決まらなくてですね、うん、結局また杉田さんが留任という決めになるみたいです、ね、なんか困った時の杉田さんみたいな、杉田さんみたいな、うん、これやっぱりあの内閣改造だとみんな大臣にばっかり目行くんだけれども、実はこの官邸の中のこのスタッフがどうなっていくのかっていうのはやっぱりよく見ないといけないのかなっていうのが一つあるんですよね。だからね、官邸が何をしてるのかね、うん、なんかあの総理だけを見てるんじゃなくて、官邸って役所がいろんなその案件を抱えてるわけですよ。だからそれこそオリンピックの施設もありした場合によっちゃフランスの検察当局がね、そのまあ動くかもわかんないし、多分そういうようなことまで全部官邸でやってると思うんですよ。だから官邸が今何がテーマになってるのかっていうことを官邸の本当は記者がですね、うん、ちゃんとフォローしなきゃいけないんだけども、うん、解散いつですかとか、この人事はどうなりますかみたいな、結局政局の話しかしない、政局のだから政局があって政策がないという、うん、まあいうふうになってるんだけどね、やっぱり政策をちゃんと見ないと、うん、だ今度だって、うん、あのこういう話が前川さんが出てきて、うん、そういうことを裏でやってたのかみたいな話じゃないですか、うん、ですよね、この官邸主導が一概に悪いとも言えないんだけれども、しかし今の形の官邸主導っていうのはやっぱり歪みにつながっているところありますよね、うん、それは個人的な関係性だとかですね、そういったところでいろんなものが動いている、これを正すためには何をからどう手をつければいいんでしょうね。いやそれはだから、うん、あのまず一番大事なのは情報公開ですよ、ですよね、だから、うん、政策過程みたいなものをはっきりちゃんと出すっていうか、うんうん、今の仕組みだって全部あのなんていうかな、大事なことは先に決まって、うん、後のプロセスがそれを理屈つけるために演技する、うんうんうん、そのために役人の上手なやつがうまく審議会作って振り付けして、うんうん、それでそこで言わせて、うん、でこういう議論しましたっていうところで、うん、はい、うん、であるからゆえにこう掛け算しかありませんね、うん、みたいな、うん、そういうあのこの地域にないところとか、ね、それ1校だけとかって、うん、そういう条件をうまくつけるやつが有能な官僚だってことになってんじゃん、そういうことを改めにはやっぱり情報がど、うん、その政策がどう進められたのかということをちゃんと公開するようなものがなきゃダメですと、ね、同時にそれとくっつくのが公文書の扱いですね。そういうこと、これつながりますね。他にどういうことが、昔は利益相反に対する考え方があまりにもなさすぎるんじゃないかなと、まあ、会社法には利益相反ってあるんですけど、はいはいはい、あの国家公務員法には明確には書いてないですよね、
でも今回の安倍さんの話も明らかに利害関係者で仲が良くてですね、うん、加計さん の、うん、あの理事長とですね、うん、でその安倍さんがトップとして決めるわけですよね、うんうん、それは明らかに、まあ、メーカーの感覚で言えば利益相反ですし、うんうん、そういう場合は利益、うん、利害関係者は、まあ、決定から外れると。なんで今、まあ、セッション司法長官に対してトランプ大統領が怒っているかというと、うんうん、自分利害関係者だから捜査から身を引くって言ったら怒ってて、うん、 それ自体変なんですけど、あれは普通のことなわけですよね、うん、で同じようなことが適用されれば本来は私は安倍さんはその決定から、うん、特に自分のね、あの、うん、気の置けない友人がやってるような、うん、あの学校法人であれば、自分は身を引くと、で利害関係者だからとすべきだったと思いますし、すね、っていうのは、ね、もしああいうことができればですね、うん、時々財務省の役員と話したりするんですけど、うん、じゃあ財務省の主計官が、うん、あれいつ俺の家族だからとか、はいはい、俺の友達だから予算つけたっていうことは多分できないはずだと思うんですよね、うん、だとすれば法律的にそこには問題が必ずあって、うんうんうん、それはきちんと、うん、まあ、追及もできるし、うん、解明もできると思うんですよね、そうですね、ゴルフしたければ政策では絡むなと、そうですいうことですよね、逆に加計さんもたかるなということですよね、政策的にね、そこのところをはっきりさせていく、まさにそれで情報公開もないんで、うん、政策過程もちゃんと残さないので、うん、なあなあで後でみんなで、うん、今の公文書の管理って、うん、捨てるための、うん、あの法律になっていて、うん、あれ今の時代って、うん、PDF で全部残せるんですから、ホワイトハウスの文書になって、うん、メモに至るまで全部公文書ですからね、はいはいはい、望月さんはどう思いますか、この官邸を強制する方法、あのやっぱり賭け問題を見て、うん、それで武器輸出の問題もずっとやってたんで、うん、泉補佐官ってその時も出てきたんですよ、あ、はいはい、であの景況インフラ輸出を、うん、まあの現場の仕切り役で、彼やっぱり、うん、自分の4階にある執務室ですね、あの外務、経産、財務、それから各政策投資銀行とか銀行の幹部、うん、それから大使館の人間も全部呼び寄せて、本当に顎でどんどん指示するんですね、うん、で例えば新幹線輸出を成功させるために、うん、あの羽田の発着便を増やせないかとか、うん、そういうのを もうすぐ国交省の人間に聞いたり、うん、もうでやっぱり実質的に、うん、やっぱりアベノミクスとか海外の原発輸出、武器輸出、一貫、うん、新幹線とかをですね、うん、手掛けてるのは彼で、それがたまたま家計にもやっぱ同じようなスキームをですね、うん、考えてたなってことが、でやっぱりキーパーソンが泉さんですよって言ったように、うん、言ったように実質的に何の権限もないはずのああいう人が、うん、実質あのこの、うん、政策を主導しているっていう、うん、でこれはでつまり彼が動いている理由ってもただ一つで、安倍さんに言われている、菅さんに言われているって、うん、そこに尽きるんですよね、うん、で、まあ、何のあの本来は決定権もない人が、うん、実質的に一番の決定権者であるっていう、うん、ここがあのすごくブラックボックスにされてて、うん、まあ、総理がいないから俺が言うんだというのは、うん、あれは多分常日頃言ってることじゃないかなと思われるんですけど、うん、ああいう彼の動きみたいなものをやっぱりもっと透明性を出さないと、うん、結局何のためにこの政策を進めてるのかっていうのを、そうですね、どう見てもね疑念が分かれてしまうんですよね、そうですね、まあ、一つは政策と人の絡み方っていうのがもっとはっきり見えるような形にしなきゃいけない、うん、で日本ってね、うん、責任ある人が、うん、そのちゃんと責任を負ってなくて、うん、責任ない人が実際仕事をしてるっていう、はい、民間企業でもそうじゃないですか、うん、取締役相談役みたいな人が全部人事やってるとか、うん、だからいざ何かあって責任取られない人に権限持ってるわけですよ、うん、その典型が僕は泉さんみたいなね、へんてこな人を生んでんじゃないかな、そういうことですね、分かりました、はい、ではここで2つ目の話題からですね、3つ目の話題、トランプ大統領とロシア、北朝鮮、そして日本というこの3つ目の話題に移りたいと思います。尾形さんちょっとお待たせしました、こういう、はい、ご本を出されたわけですけれども、トランプが大統領になる前から実はオバマはこれはもう大統領になっても遅かれ早かれかなりこう没落していくぞということを最初から読んでた、いや私も最初そこは分からなかったんですが、うんうん、あのトランプ大統領当選したのが去年の11月で、うん、その後12月にあのホワイトハウスに行った時に、うん、その政権の幹部と、まあ、ちょっと話したんですけれども、その時にいやその時はもうすごくトランプ陣営はあの、ね、高揚感に満ちていて、うん、もうやってやったって感じで、うん、どんどん閣僚人事が発表されている頃だったんですよね、うんうん、でその時に、まあ、トランプさん本当に大統領になれって分かってたんですかね、うん、って多分分かってなかったと思うみたいな話をちょっとしてたんですが、うん、政権の幹部もですね、うん、トランプ政権の幹部じゃあオバマ政権の幹部ね、うん、オバマ政権も分かってなかったって言ってますよ、うん、でも、うん、だけどその時に言われたのがでもトランプ政権は、ね、必ず下降すると、うん、あの言われたんですよ、うん、でよく理由言わないんでよく分からなかったんですけど、うん、かなり確信した言い方をしていて、うん、それ12月なんですよね、うん、
で実は後で振り返ると、うん、12月ぐらいにすごく捜査がロシア軍の捜査を、うん、それあのオバマ政権は、うん、あのし始めていて、うん、それがあったんだなというのが、うん、2月にフリンさんという、うんあのうん、国家安全保障アドバイザーが辞めた時に思ったことで、うんうん、そういう意味では、うん、そういう意味ではオバマ政権が捜査していた中身がに基づいて今ロシア疑惑の捜査というのは進んでいるので、うんうん、そこにやっぱり2つの政権の大きい確執があるというところですね。もともとね、はい、そうですね。それでつい最近なんですけれども、あの報道官が辞任したりとかですね、新しい、広報あれは何て言うんですか、スカラムリッチですか、ね、広報部長ですね、部長ですね、はい、で彼はもともとは投資会社のヘッジファンドの人ですね、ヘッジファンドの人ですね、はい、そういう人が入ってきたりだとか、でだん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 その身内でですね、どん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 固めるという動きと、で一方で最初にちょっと申し上げましたけども、ロシアに対してのですね、制裁法を強化するような、こういうふうな流れが議会の方では始まっている、こういう中で今のトランプの振る舞いっていうのはどっちの方向に向かっていこうとしているんですか。基本は私見ていて、トランプ政権最初ですね、かなり入国禁止令なんかを出してですね、うんうん、かなりまあ一種右寄りの政策だったんですけど、うん、あんまりうまくいかなかったので4月頃に割と現実路線になっていったんですよね、うん、で、まあ、税制改革法案みたいな、うん、改革案みたいなのを出したりしたんですけれども、うん、その後ロシア疑惑がどんどん深まってきて、うん、ロシア疑惑が深まるにつれてどん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 身内しか信用できないというふうになっていって、うん、共和党の主流派も信用できないし、うん、とにかく自分のことを本当に好きで、うん、絶対自分を最後まで守ってくれる人っていうふうにどんどん内向きになってきてるんですよね、うんうん、でこの前辞めたあのスパイサー報道官というのはもともとは共和党主流派の人 で、ね、共和党の全国委員会の広報官なので、ああいうエキセントリックな言動を取る人ではないんですよね、うんうん、でもやっぱり求められてるから頑張ってやって、 あれは頑張ってやってたわけですか。頑張ってやってたんですよ実は、うん、頑張ってやってたんで、そうするとあんまり慣れてないから頑張りすぎて変になるんですよ。それであのいろんなコメディにも、真似られたりして、出ていけとかなんとか数やりましたよね。そういうふうに言ったんですけど、うんうん、そうじゃなくても彼らはやっぱり主流派で、もともとそれが板についてないからうまくないわけですよね、うんうん、そうじゃなくて本当にトランプさんを支持してて身内で、うん、とにかくそのためには何でもやるっていう人がどんどん今入ってきてて、うん、それがまあ、今回スパイサー報道官を追い出したんだと思いますし、でスカラムッチ広報部長が入ってきて、スカラムッチ広報部長はそのホワイトハウスの中 その事務方のトップであるグリーバスという首席補佐官、そこに今矛先を向けてるわけですよね。だから今アメリカでは一種戦時内閣っていう言い方をするんですけど、あの戦時っていうのはそれ北朝鮮って日本だと思うと思いますけど、戦っていうのは政治的な戦い、だからロシア疑惑に勝ち残るための政治的な戦いのためにどん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 もう、まあ、人事も潤化してきていて、とにかくインナーの人間、家族であり絶対裏切らない人というふうになってきているので、ややそういう意味では他の政策が動きにくくなってきて、とにかくディフェンスどう戦うか、その疑惑を勝ち残るかという感じになっていると今思います、ね、なるほどね。そうなったらだから本当世界の中心のアメリカなんてことはできないね。そこが一番ね気がかりで、これだけ北朝鮮の問題があり、本来は一番指導力を着なきゃいけないときに、まあ自分のね、あの火消したちの火消しです、手一杯っていう感じですね、実際のところはね、はい、となると外交どころでもないっていうのが実際のところですかね。そうですね。ただ、もう一方で難しいのは、アメリカの政権で国内で追い込まれて、あの何も動かせなくなると外に出て行って外交を動かそうとするわけですよね。それがこの前の、まあ、韓国に対する FTA の要求であり、はいはいはい、あのまたに日本に対してもです、ね、これから出てくると思うので、そこはより苛烈な要求が、国内で得点上げられない分海外で上げようっていうふうになるので、よりこう混乱 の、 あの幅が増幅されるような気がしますね。でもそういうのをね、中東やなんかにやられたらかなわないよね、実際ね、シリアにあの打ち込んだんだってそういう感じだったじゃないですか、はいはい、地中海からね、シリアに打ち込んだのはまだ、まだ それは私は まだ良、かったと言ったらあれですけど、まだ合理的で、合理性がある判断だったと思うんですけど、その後の歴訪の時にサウジアラビアに行って、すごくコミットして、その後今のカタールをはじめサウジを中東の混乱を生んでるわけじゃないですか。そういうところが、そうですね。でもう一つやっぱり見えないのが、やっぱり米国は北朝鮮
とのですね、この向き合い方どうしようとしているのか、基本的にはまあ中国に対してですね、どんどん圧力かけるような形で中国にお前北朝鮮なんとかしろよってこういうふうなやり方を見せてるんだけれども、一方でトランプ自身はですね、いや金正恩ってのもなかなかいいやつだ、喋ってもいいぞみたいなことをポロッと言ったりとかやってると。彼らの中に北朝鮮、中国、あるいは日本、韓国含めてですね、ここの辺の極東の緊張みたいなものに対しての認識というのはどうなんでしょうね。私はトランプ政権になって、うん、北朝鮮問題に対してアメリカがちゃんと向き始めたのは私は良かったと思ってるんですよね。と、うん、いうのはオバマ政権の時に何度も高官にも聞いたんですけど、うん、やっぱり時間がないみたいな言い方で政策順位が低かったんですよ。でその時に明らかに北朝鮮は核開発をしていたにもかかわらず、割と原則論を言って、はいはい、北朝鮮が核を、うん、核を全て廃棄することを認めないと交渉もしないみたいな、うん、そうすると交渉にならないですよね、それでこの8年間で浪費してしまったので、それをトランプ政権がやり始めたらいいと思うんですけれども、うん、ただ今国内の問題があって、それだけその北朝鮮に関心も向いてないですし、で中国に対しても、うん、まあ圧力をかけつつ、うん、そのできるだけ動かすということでしょうけど、うん、なかなかそこもうまくいってないですよね、うん、だからややちょっと今手詰まり感があってですよね、はい、でね、やっぱりトランプの一番の支えっていうのは自分の支持者だと思うんですよね。それはラストベルトの人たちだとか、いろんな、まあ、アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇えっていうあの世界を進歩する人たちだと思うんだけども、確かに支持率は低いんだけれども 40% ぐらいやっぱりあるわけですよね。これって変わらないですよね、あんまりね。これはどうなんでしょうね、この支持率の捉え方っていうのは、みんな低い低いって言うんだけれど、僕は逆に言うとですね、そこの 40% っていうのは何があっても捨てないんじゃないか、これはある意味で強いんじゃないかって感じもするんだけれども、まさにそれをおっしゃる通りで、うん、トランプのさんの支持率っていうのは、うん、40% 切りぐらいまでいくんですけど、うん、それ以下に下がらないんですよね。そうですね、うん、それはまさにそのラストベルトの人たちが、うんうん、一種私は宗教的だと思うんですけど、うん、とにかくトランプを信用するんだという言い方をして、うん、地位が離れないわけですよね、うん、で政権100日の頃に行って見てたらですね、その世論調査が出ていて、うん、11月にトランプを支持した人の間で、うん、今でも支持するかって言ったら 96% が支持するって言ったんですよね。それ異常な数字で、それにちょっと足したらまた当選できちゃうみたいな感じなんですよ、ね、でもどうなんだろう、うん、そのね、安倍さんも一強と言われて、うん、めちゃくちゃやったって支持率下がらないって言ったけど、うんうん、あるピシッとこうひびが入ったと思ったら、うん、ボロボロボロっていくわけじゃないですか、うん、だからトランプも結構今頑張ってんだけども、うん、だけどこれいろいろ今度人事見だってね、うん、結局彼らはそれこそイスラエルであり、うん、ウォールストリートであり金持ちであるじゃない、うん、だけどそんなの知らねえよっていう、うん、だんだんそういうのがじわりじわり出てくると、うんうん、あいつ口じゃいいこと言ってるけど、うん、どうも仲間内じゃ自分たちの金持ちとね、うん、そういうところでやってんだぞみたいなようなクイッションマークが出てきたら、うんうん、急激に僕は崩れんじゃないかなという感じもするんだよね。それもあって、ややちょっと今ちょっと変わってきてるのは、うん、その部分が少し変わってきていて、うん、前はトランプ支持層が固かったんですけど、うん、最近アメリカメディアだと2つに分けていて、前オバマに投票したけど今回トランプに投票した人の層でどうかというのと、うん、前から共和党支持の人でどうかっていうのでやっていて、うん、前そのオバマ支持していて今回トランプっていう人の支持率が結構下がってきてるんですよ、うん、だから岩盤の外縁部分がちょっと崩れつつあって、うん、だからこそパリ協定の出つだったじゃないですか、うん、はいはい、あれに私踏み切ったんだと思うんですけど、うん、とにかくコアな人たちにアピールしないと、うん、そこから離反されたら困るんで要するに石炭労働者ですよね、例えばね、まあ、そうですね、一番保守的な人たちです、うん、だから政策がどんどんそちら側に、うん、うん、右旋回していってるところがあるので、うん、より混乱が今増してるっていう状況ですかね。なるほどね。まあこう日本の安倍さんもね、トランプ大統領もいずれもこう 内紛というかですね、 内憂というかですね、こういったものを抱えてで何とかこうやろうとはしてるんだけども、こういう日米関係が続いていくとどういうふうな方向に今度進んでいきそうな雰囲気ですか、ね、これ日米関係だけじゃなくて、うん、世界のシステムがね、うん、やっぱり戦後というのはアメリカ中心でもって、うん、まあいうふうな形で経済成長路線できたわけだけど、うん、そのアメリカがもうずいぶん前から、うん、それこそ1971年から問題が始まってて、うん、もう相当今傷んでるんだけど、うん、風体だけはしっかりやってるわけですよ、うん、だけどとうとうトランプが出てきて内実が表に出てきた、うんうん、それでいろいろやってるけど、まあ、ある意味で、うん、軍事国家でもって、うん、その軍事力で持たせてるんだけど、うん、これだっていつまでも経済が悪かった、うん、
そうなっていくこう大きな崩壊過程の中で僕はトランプってのは出てきたし、安倍さんもそうだし民進党もそうだけど、まあ、言ってみりゃ、その戦後体制の中の統治システム自体が今世界的に壊れてるじゃないですか。まあ、そうですね、要するにもう一極二極から多極の世界っていうのはもう言われて久しいですけれども、それがいよいよ現実の姿になってきたと。だんだん深まってきてんだと僕思いますよ。さてその時の日本の振る舞いっていうのはどうなんでしょうね。どういうふうに振る舞えばいいんでしょうね。振る舞いっていうかだから日本自身もやっぱり悩んでいかなきゃならないだろうし、やっぱりまあある意味で、何をやっぱり価値として求めるのかっていうね、ところじゃないかと思ったら、成長が全て解決するっていう時代じゃもうなくなってきてるわけだし、そうですね、その時にその従来的な西欧近代的な価値観みたいなもので本当にやっていけるのかな、それもよくわからないから右翼も左翼もこう分かんなくなってるじゃないですか。なるほどね。まあ、そういう意味ではこう昨日からのですね、日本のこの政界の激変も含めて、今山田さんおっしゃったようなそのシステムの、まあ、大、変革の時期に来てるのかなという感じがしますね。そろそろこのウィークエンドニュースもですね、時間になってきたんですけども、最後にお一言ずつですね、今後の日本の政界こっちの方に、進んでいくといいんじゃないかなと、いうそこのところのこれからの見通しだけ、一言ずつお聞きしたいので、望月さんから、現場の空気感を含めてどっか言ってますね。やっぱり物、やっぱ安倍強っていうのがずっとあった中で、なんかこの官邸主導でもその閣僚でさえも物がきっちり言えないような、こういう閉塞感がですね、まあ霞が関官僚もそうですけど、ずっと続いてきた、それを今前川さんの告発が出て、やっぱ少しずつ本来の行政のあり方に、まあ、戻ろうという動きがね出てくるんで、まあマスコミもですね、これまでやっぱりメディア萩生田官房長官 の、はいはい、あの萩生田文書が出て以降、2014年ですけど、なかなかメディアがこう表立って反安倍的なことを言いづらいという空気がずっとあったと思うんですね。これがやっぱり今少しずつ何かがちょっと一強によって歪んできてるんじゃないかっていう中で、声を上げる人たち、そしてメディアが増えてきた、そしてそれを支持する国民の声が続いてると思うんですね。やっぱりこれ本来は民主主義国家であるんだから、多様なやっぱ声が出て、いろんなこう透明性のある中で、あの何が私たちにとって一番ベターなのかってことは取捨選択されていくべきなんだと思うんで、まあ本来の民主主義のあり方にきっちりこう戻っていけるような日本っていうのを、ね、そうですね、やっと百花聡明状態になりつつあるっていう感じですね。はい、小川さんはどうですか。私は、まあ、今回ですね、その一強が崩れつつあって、もう一度いろんな議論が生まれてきているのは非常にいい兆しだと思うので、そういう意味では、まあ、今度のですね、民進党 の、 あの代表選を通じて、民進党がきちんと政策で、あの対立軸を作ってですね、その対立軸を持って安倍政権とですね、きちんと政策で見える、あの対立を、あの軸を見せて、ね、あの話していってほしいと思うんですよね。そうしないとそれぞれの民意がどこに行けばいいのかもわからないですし、でいろいろな問題がなぜそういう過程で決まったのかもわからずに、その決まっていく今回の一連の問題もそうですし、はい、そういったものを変えていくためにもそういった議論って大事だと思いますし、はい、でもう一点、先ほどあったその、まあ、米国どうなっていくか、やはり明らかにその米国があの世界のリーダーという、だったはずが今本音の丸出しで、特に自国の問題だけに、あの終始しているという状況の中で、日本はやっぱり私は日米関係基軸だとは思うんですけれども、ただそれはただ盲信していくということではないと思うんですよね。ついていくということではなくて、きちんとアメリカのやっていることを見極めつつ、それに対して時にはやっぱりいさめられるような関係にならなければ、ただついていくだけではなくてですね、ならないと日本の国益も守れないと思いますし、そういった意味で、まあ、これまで戦後70年やってきたやり方を見直すような時期にも来ていると思うので、そういった外交が一番これから求められていくのかなと思います。はい、山さん、やっぱりあの安倍さん良かったと僕思うんですよ。やっぱ安倍さんが出てきてかなりむちゃくちゃなことやってくれて、どうも政治家に任しといたらまずいなっていうみんな思ってるんじゃないですか。だから、まあ、みんな忙しいしね、自分の暮らし、僕たちだっていちいち聞いちゃられないけど、だけど結局誰かにお任せしてやってたら文句だけ言ったって結局自分に返ってくるん で、 そうです、ね、今度やっぱりいいのはね、やっぱり自分たちで何かしなきゃいけないんじゃないか、安倍に対して何か自分たちは戦わなきゃいけないんじゃないか、何が俺できんじゃないかっていうことを多くの人が考え始めた、考え始めた人の数が増えてきたね、全部はまだ、それは僕は非常にいいことで、
まあ、これまで成長してるときは、まあ、誰かやってくれよ、社長よろしく頼むよって言ったんだけど、社長もどうもダメのようだしね。どうも。その辺で、まあ、こうやってデモクラシータイムズを見ていただいて、あなたも考えてくださいと、そういう話だと思いますね。お任せ民主主義じゃあきまへんでということですね。はい、じゃあ最後にですね、お知らせをちょっと。はい、今週リリースしました、日刊現代週末号第10回と11回ですね。それから新沖縄通信7月号別冊、基地負担軽減はどこに、辺野古差し止め訴訟へと、こういうのをですね、デモクラシータイムズリリースしました。でそして、これも大事なお知らせです。私たちですね、実はサポーター会員の皆さんのによってですね支えられています。今画面に出てますのがですね、年額一口1万円の会員募集ということで、振込先、銀行、ゆうちょ銀行それぞれ出てますので、ぜひともサポートの方よろしくお願いしたいと思います。それでは時間が参りました。今日は3人の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。